リチャード・ヘル、リチャード・ヘルは、アメリカ合衆国県タッキー州歴シントン出身の、ロックミュージシャン、作家、俳優である。本名は、リチャード・レスター・マイヤーズ。ルックスや音楽性において、パンクロックシーンに多大な影響を与えた。心理学者の家庭に生まれ、7歳で父を亡くす。高校時代に、トム・バーレインと出会い、共に高校を中退。アラバまでは放課と、 器物損壊で逮捕されたこともある。ニューヨークに出た1969年にバーレインとビリーフ一家でネオンボーイズを結成。もともと詩人を目指していたヘルはこの時生まれて初めて楽器を手にした。ネオンボーイズは一旦活動を終えるが1973年3人に加え新たにリチャードロイドが加わりテレビジョンが結成される。だがヘルとバーレインが 音楽の思考で対立するようになり、1975年にヘルは脱退。間もなくニューヨークドールズを脱退したジョニー・サンダースとジェリー・ノーランから誘われ、ハートブレイカーズを結成。なお同じ頃、ニューヨーク滞在時にヘルを見染めたマルコム・マクラーレンからも後にセックスピストルズに発展するバンドへの加入要請があったが、断っている。ハートブレイカーズは、 ウォルター・ルーも加えて4人編成で出発するが、ここでもヘルは音楽的確実をサンダースと起こし、結成1ヶ月後に脱退する。1976年、ヘルは初めて自らが主導権を握るバンド、リチャード・ヘルボイドイズを結成する。メンバーは、ヘル、ロバート・クワイン、アイバン・ジュリアン、マーク・ベル。同年 e p 版をリリースした後、翌年1977年に、 最初のアルバム、ブランクジェネレーションをリリース。高い評価を得、兄弟曲はヘルの代表的ナンバーとなった。だが同年に、ベルが脱退してからは、ヘル自身のドラッグ癖も重なり、活動は滞りがちになる。かねてから、進行のあったイギリスパブロックの大御所、ニックローをプロデューサーに迎え新作を制作するが、完成しないまま終わり、数枚の EP をリリースするにとどまった。 一時期ヘルがボーカルに専念したり、何とかのメンバー交代などの変遷を経て、結局2作目、ディスティニー・ストリートが発表されたのは1982年。すでにパンクロックのブームは退潮しており、この時点では評価を得られずに終わった。1984年、ヘルはソロ名義のアルバムを発表し、継続的な音楽活動からは身を引くこととなる。そのアルバム名は、 R.I.P. であった。その後は、文筆業、ポエトリーリーディング、俳優業など多方面で活動。その傍ら、1992年にはヘルを敬愛する、ソニックユースのメンバーらとディムスターズを結成するなど、単発ながら音楽活動も行っている。ありがとうございます。